皆さんこんにちは。こんにちは。さて8月に入り夏休みも本番を迎えましたけれども、今回のようこそ市長室では、佐藤義興阿蘇市長に、阿蘇市のおすすめイベント、夏を中心にしたおすすめイベントを伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今年もさまざまな夏祭りイベントが開催されますが、毎年、ね、多くの方が楽しみにされていますよね。あの8月の全般の方は、それぞれあのご家庭とか友達であちこち行かれると思いますけれども、ちょうどあの阿蘇市の方ではもう35回になりますけれども、霊廟なあの地域である波の高原の納涼祭りというものが、ちょうど8月の15日に、夕方のいい時間の5時から行われるようになっております。ちなみにあの阿蘇市の商工会の青年部の皆さん方が、子どもさんたちにしっかりと喜んでもらおうということで、あのヤマメのつかみ取りとか、そしてまた子どもさんの素晴らしいあの太鼓の披露もありますし、あの波の方ではもう一番 の, あの文化財にもなっておりますあの中学生の子ども神楽があったりと、いろんなステージショーもありますので、すごく楽しい夕方からの、その夏を過ごしていかれるんじゃないかなと思います。あのこちら名物といえば花火も皆さん ね楽しみにされているそうですが、花火もちょうど時間的にはおそらく8時半前後かなと思ってますけれども、涼しいあの夜空の真っ黒なところで、あの先発ですか、あの花火がすごく綺麗に、あの散って、あの感動を与えてくれる、そんなことを今までずっとあの途切れることなく続けてきたんですけど、あの今回初めてカラオケ大会が実施されるそうですが、市長出場、僕はもうちょっと僕が出るとあのみんなあのあもうやめとこうということになりますので、逆に聞き役に回りながら、いろいろ楽しみにして、あの参加させていただきたいと思います、でもあのここの特徴というのは、やっぱりあの外に出てる人たちが、あのお盆をきっかけに帰ってきたりして、お隣の大分の方からもたくさんの人が見えて、その懐かしみながら交流ができるということも大きな魅力の一つだと思ってますけれども、ぜひあのご参加いただければと思います。今回で35回目を迎える波の高原納涼祭りは、8月15日水曜日午後5時から道の駅波の神楽園で開催されます。よろしくお願いします。もう一つ夏祭りをご紹介しますが、その後8月19日日曜日には内巻商店街を中心に、阿蘇市民復興祭りが開催されます。これについても教えていただけますか。ちょうど地震前は2日間にわたって大阿蘇ひどやま祭りということで、子どもさんたちからお年寄りの方までたくさん、あの参加していただいて、すごくにぎやかにやっておったんですけれども、地震以降もうあの一昨年前から、思いっきりあのこう楽しみ方を凝縮して、あの復興ということを基本にして、あの阿蘇市民復興祭りということでやっていこうと、なんとあのその内巻温泉でやりますけれども、あの手作りの屋台がたくさん、あの並んできますし、やっぱくあの400メートルぐらいですか、それほどいろんな食べ物屋さんが、こちらに出てくると思います、またあの旅館組合の方でこれは元気にしていこうということで、毎年やってきたんですけれども、九州プロレスの皆さん方の協力を得て、そしてあのプロレス の,、あのステージショーもあったりと、いろんなことがあの楽しめると思ってますけれども、あの日の山祭りの時代からこちらも花火も ね、あの見どころの一つですね。花火もいよいよあの終わりぐらいになってきた時、みんなでやっぱり楽しんでいただこうと、その夜空の中に、あの2000発ほど花火をあの打ち上げるということもありますし、今回は特にあの青森のねぶた祭りで見られる、あの出汁の灯籠ですか、それもあの展示されるということになっておりますし、またあの雨でなければ、自衛隊の方も来られて、あのいろんな展示品もあるようですから、すごくこれは
斬新的で、うん、また違った意味で興味深い、うんうん、お祭りになるんじゃないかと思ってます。はい、開催される地域というのが内の巻温泉ということ で、今年開湯120周年を120周年です、ねはい、迎えるに、あるそういう温泉街なんですが、8月18日土曜日19日の日曜日は、内の巻温泉無料開放でもあるということ で、各お宿の温泉が無料開放されます。花火も見ていろんな温泉も使ってと、本当に温泉街のいいとこを凝縮したお祭りになると思いますね。そこに阿蘇の新鮮な野菜とか、いろんな美味しい食べ物がたくさん、もちろん赤星のバーベキューもあったりすると思いますけれども、温泉に入りながら、そんな楽しみをしっかりとやっていただければと思ってます。はい、なお温泉の無料開放については対象施設が11となっております、事前にご確認をお願いいたします。続いても夏の恒例イベントなんですが、8月25日土曜日、阿蘇市みんなの森で開催されます阿蘇市モーモーフェスタ。これもですね、もう皆さんたくさんの人出でにぎわう大人気のイベントですね。そうですね、これも畜産の牛馬の共進会に合わせて、やっぱりこの草原を守ってくれているのは、畜産の皆さん方であり、多くの住民の方、子どもさん方にもその草原の掛け合いあるその獣馬の、そういうものを目前に見ていただこうということで、フェスタを一緒にやるということにしております。スケッチの大会とか、あるいはススキを活用した紙ススキの体験とか、あるいは牛馬の品評会が当然ありますから、どの牛がどの馬が一等賞になるか、そういう予想ゲームもあったりと、子どもさんからしてもすごく楽しいんじゃないかなと、美味しい赤星のバーベキューも出てまいりますし、夏野菜もたくさん販売をされたりということもありますので、すごく楽しみで、皆さん多くの人が参加していただけます。私もですね、以前家族で行ったことがある、本当に広い敷地で広々とした、そうなんですね、はい、もう景色も素晴らしいところなので、皆さんぜひみんなの森といって、すごく開放感の広い、そういうところでやりますので、のびのびとして楽しめると思いますけれども、昨年はですね、残念なことに大雨警報がちょうど発表されてたので中止になりましたが、今年はなんとか晴れのもと乗ってくれるといいですけどね。そうですね、開催されることを願っております。さらにもう一つです、9月に入ったイベントですが、9月1日土曜日と2日日曜日の2日間、今年も大阿蘇元気ウォーク開催されま す、そうですね、もうこれは8回目になると思いますけれども、2日間にわたって健康で、そして景観の素晴らしい阿蘇の中で、もう秋を少しずつ感じるかどうかという、季節だと思いますけれども、しっかりと健康に注意をしながら、一日を楽しんでいただこうということを、もう8回も続けていますけれども、ウォーキングのコースが初日2日目ともに3コースずつ、合計6種類あります。それぞれに違った特徴がありますので、これまでの参加者の方を見ていると、両日歩く方もいらっしゃって、またリピーターの方も多いので、ぜひ皆さんもそれぞれのコースで楽しんでいただければと思います。また今年は阿蘇内の巻温泉開湯120周年、先ほどもお伝えしましたが、内の巻温泉の無料入浴券が当たる抽選会も用意されているということで、こちらもですね、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。では市長、ここでですね、恒例のクイズをクイズですかね、お願いしたいと思います。今回のクイズは、阿蘇市の方で2回大々的なお祭りがありますけれども、その時波の高原で発せられるその花火の数と、そして阿蘇市民の復興祭りで打ち上げられる花火の数、これを合わせた数はいくつになるでしょう、ということが今回のクイズの問題です。は
はい、私確かに聞いておりました。どちらもちゃんと視聴数をおっしゃっておりましたので先ほどのインタビューの中でも、はい、その数を申し上げておりますので、うん、聞いていただければすぐ答えが出てくると思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、ぜひ巻き戻してチェックして数を書いて、はい、回答をお寄せください。さて最後にですね、連日日本各地で猛暑が続いておりまして、いろんな熱中症の方も、ね、いらっしゃいます。また7月の梅雨末期には日本各地で大きな豪雨災害も発生しました。ここ阿蘇市でも平成24年の九州北部豪雨ではたくさんの方が犠牲となりましたが、その災害を経験した市として今回の災害市長どのようにご覧になっていらっしゃいますか。そうですね、我が市も24年と、そして28年には、うん、地震を、はい、経験をしましたけれども、うん、その被災をされた方々の、うん、もう気持ちというのは、うんうん、何とも言えない気持ちだと思います、うん、特に大切な家族を亡くされた方、うん、あるいはお友達を亡くされた方々は、うん、もう力がなくなって、うん、大変だと思いますけれども、でもその上にまた後片付けをしていかなきゃいけない、うんうん、それと同時にこんなに暑い時、うん、ボランティアの方が来ていただけるんだけれども、うんうん、その熱中症とか、うん、そういうことにも気を使わなきゃいけないとい う, もう大変な状況であると思っております、うん、我が市においてもできる限りのことはということで、うん、物資の方も、はい、届けさせていただいたり、うん、あるいは人的支援も今関係機関を通じて出させていただいておりますけれども、一日も早いそのまずは復旧を遂げていただきたいし、でもその復旧を遂げるにあたってもやっぱり命が一番大事ですから、あんまり無理をせず、みんなの力をやっぱ総合力で生かしながら早く復旧をしてほしい、もうそのことをただ祈るばかりでありますし、私ども阿蘇市も市民の皆さん方も心配をしておりますので、できることはしっかりと応援をさせていっていただきたいと思っております。本当にお気の毒というか何とも言えない気持ちでいっぱいでございますけれども、なお阿蘇市では、市役所本庁そして内巻支所浪野支所に、義援金箱を設置しております、市民の皆様のご協力もよろしくお願いいたします。今回のようこそ市長室は、夏に行われます阿蘇市のイベントをご紹介しました。市長どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選でいっちゃん農園からトマト霊月2キロ入りを2名様にプレゼントします。一般的にトマトは出荷のため青いうちから収穫しますが、オンラインショップアソモでは食べ頃のトマトをお届けするため農家さんにお願いして完熟のトマトを収穫してもらっています。この霊月は熟しても柔くなりにくく、酸味と糖度のバランスも良く、完熟してからは一段と甘さとコクがある大玉のトマトです。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは8月31日金曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。平成26年にカナダで行われたユネスコ国際会議で世界ジオパーク入りが決定した阿蘇ですが、その評価の際に使われた言葉は何でしょうか？の答えはスーパーボルケーノでした。たくさんのご応募お待ちしています。